今日は久々にジャズのアドリブソロのベーシックな練習についてまたまた話していこうかと思っております。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速ですけどもね、冒頭にも話しましたようにタイトルもあるかもわかんないですけど、今日はね、久々にジャズアドリブソロの練習の方法について話をしていこうかなというふうに思っております。で、もちろんね、ジャズアドリブソロということなので、まあね、ベーシストというふうに話をしましたけども、ベーシストさん以外の他の楽器の方、鍵盤楽器、ピアノとかキーボードの方、管楽器、サックスとかトランペット、トロンボーンの方とか、クラリネットとかの方、まあいろんな楽器の方、それから、弦楽器、ギターとか、コントラバス、バイオリンの人とか、チェロの方とか、すべての楽器の方対象に話をしていこうかなと思ってます。まあ、そんな難しくない話でね、やっていこうかなと思っております。で、これまでにも、ジャズのアドリブの話っていうのはたくさんしてきております。で、それもね、今回ベーシックの話をね、久々に取り上げて、皆さんいい感じですかっていう確認もね、ずっと見られてる方も確認も含めながら、そして初めて見られてる方だと、あんまりね、巷で聞いたことないような話、注意点だったり、ポイントなんかも話してきますので、まあ、楽しんでいっていただけたらなと思うんですけど、これまでには、そのベーシックな話以外にも、もっと込み入った話だったり、ちょっとね、習得に時間かかりそうなもの、もうちょっと違うアプローチの練習っていうのもたくさん話してます。で、一応アドリブのリストを作ってますので、よかったらね、興味がある人はこちらも見ていただけると嬉しいなと思っております。で、今日はね、先にも話しましたように、これまでいろんなたくさんの方法を話してきましたけど、ジャズのアドリブというのは、これだけやったら終わり。今日話してる話とかも、どっちかというと、もしかすると、皆さんにとっては都合のいい話をするかもわかんない。そんな難しくない話をするので、だけど、実際には皆さんが耳が痛いような話も、練習取り組んでいくと、より強化されるところっていうのもたくさんありますので、今回の話だけではならず、いろんなことにね、取り組んで、高めていっていただけたらな、というふうに思ってます。で、今回はどんな感じでやろうかと言いますと、昔にも取り上げましたけど、ジャズのスタンダードの酒とバラの日々というのを久々に取り上げてやってみようかなと思います。で、今回は、すごく一つのベーシックなものだけ取り上げてやっていこうかと思いますので、これまでにもね、このチャンネルたくさん話してるんですけど、それに対してどんなものなのかというふうな話をしつつ、簡単な説明をしつつ、よりね、大事なポイント、こういう風なとこ、例えばその練習方法だけやってもうまいこといかない人多いと思うんですけど、どういったところに気をつけてやっていくとうまいこといくのかなとかっていうのも含めながら話を進めていこうかと思います。で、まずですね、とは言ってもですね、どんな感じになるのかということでね、見ていただいた方がわかると思うので、一番最初に、僕のデモ演奏をやります。今回のやる方法論でしか使わない方法でアドリブソロを取りますので、それだけでも十分アドリブソロに聞こえると思いますので、それをまず体感していただいて、そしてその方法論について話をしていこうかなというふうに思っております。まあ、このような感じでね、このチャンネルは一般的に言われているのとはちょっと違う切り口、よりね、わかりやすく習得しやすいような感じで、僕もね、長いこと音楽業界携わってますけど、いろんな人を見てたり、自分がいろんな練習で感じたものをよりわかりやすく習得しやすいような感じで、たくさんいろんな多岐にわたる分野で話しているチャンネルでございます。なので、もし今日見ていただいて面白かったなとか思っていただけた方、いろんな楽器の方いらっしゃるかもわかんないですけど、すべての楽器で対応できる話もたくさんしてますので、ベーシックな話とか応用した話とかしてますので、もしよかったらね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録またお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日もね、少しでも面白かったとか、良かったなとか思っていただけた方、ためになったと思っていただけた方は、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いします。まずは、ではね、僕のデモ演奏から聴いていただこうかなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは実際楽器を持って話をしていこうかなというふうに思ってます。
僕はね、ベーシストなので、今回、エレキベースで取り上げて話をしていきますけども、もちろんね、コントラバスの方もそうですけども、まあ、今さっき話したように、管楽器の方、鍵盤楽器の方、ギターの方とかね、弦楽器の方、すべての人に共通したこととして話をしていきますので、わかりやすく話していきますので、ぜひね、ご自身の楽器を持って、いろいろやっててもらえるといいかな、というふうに思ってます。よろしくお願いします。で、今回ね、話していく内容、どんなことなのかというと、もちろんこのチャンネル、今まで話しているベーシックな内容、そのまま同じことを話しますので、まあ、今までね、見られている方とかだとね、もう耳タコなね、話だとは思うんですけども、まあ、大事な話ですし、まあ、何回聞いてもね、もう分かってるよって飛ばしたい方は飛ばしてもらってもいいんですけど、いろいろ聞いていただくとね、まあ、僕も思ったことを、都度ポロポロ話してますので、もしかしたらね、新たな発見していただくところもあるかもわかんないですし、まあね、状態によってね、その聞こえてくること、同じ話を僕が仮にしてたとしても、入ってくるものって変わりますので、なのでね、何度も同じ話で僕は有効かなと思うんですよね、その同じ人に対してもですね。なのでね、そんなつもりで聞いていっていただけると嬉しいなと思います。最後ね、具体的なものをやろうかなと思います。ちなみになんですけども、デモ演奏今やりましたけど、いかがでしたでしょうかね。今日の内容だけですけども、アドリブソロに聞こえたんじゃないかなというふうに思ってます。で、このアドリブソロの話なんですけども、まあね、十分アドリブソロに聞こえたと思うんですけど、今日はね、シンプルな一つの方法だけを使ってます。ベーシックなものとしては。なので、方法論よりも、いかにそれをどうやってうまいこと使っていくのかっていうのが大事だったりもするんじゃないかなと思います。まず前半はね、その方法論について話をしていって、後半ぐらいで、そのね、具体的なポイントっていうのを音源を流しながら弾いていこうかなというふうに思ってます。まずですけどもね、今回何を使ったかというと、イオニアンスケールというものだけになります。で、そのイオニアンスケールの練習というのは、まあ、前回にもね、イオニアンスケールだけ練習しましょうよという感じでね、まあ、全部のキーでということで取り上げました。ただ、もちろん今回もね、酒とバラの日々という曲を使うんですけども、やるんですけども、キーが F メジャーキーになります。その曲の中でいろんなキーがたくさん出てくるわけではないので、まず F のドレミファソラシド、イオニアンスケールだけをしっかり練習してもらえば、まあ弾ける可能性があるんじゃないかなと思います。なのでそんなに高いハードルではないかなと思います。で、ちなみになんですけども、少し前にね、理論の話ということでね、習得できやすい方法ということで、6回にわたって具体的に話してきました。習得できる方法、そして応用、実践的に使いやすいような方法ということで話しましたけど、それもね、リストあるので一応上に上げときますけども、そういうところにもつながっていきます。で、イオニアンスケールをやるというのは理論的なこともわかる。それがまた今回みたいな実践でも使える。そして、その理論的なことがわかることによって、まあ、今回は難しい話あまりしないですけども、コミって話、綺麗に出したいなと思うとこ、難しいコードの時とかに理論的なことがわかっていると、そこから発展しやすくなる。ということで、もちろんですけども、すべてのことが繋がっています。ので、そのような感じでね、今日は楽しんでいてもらえるといいかなと思ってます。一応そういうようなお考えで、このチャンネルをね、動画アップしてますので、よろしくお願いします。ちなみになんですけども、ドレミファソラシド。ということで、皆さんね、もうご存知のような、イオニアンスケール、ドレミファソラシドです。で、しかも今回は F からスタートしているので、まあ、F メジャーキーの、というだけのことになります。で、今回ね、いろんなコードが出てくるんですけども、まあ、そのいろんなコードが出てくる大半が、すべてではないんですけど、この F のドレミファソラシドからできてる、ということから、まあ、F のドレミファソラシド、イオニアンスケールでもできるんじゃないか、ということで、まあ、やってるというのが根本になります。ちょっとコードだけこちらに出したいなと思います。ほい。出てきました。一応ね、メロディーとかなしでコード譜だけやって書きますけども、できればね、こういう勉強をしてる方は、していこうと思ってる方は、ぜひね、何かしらのジャズスタンダードブック買っていただいて見てもらえるといいかなと思います。僕の動画だけでね、こう見てね、それだけで済まそうとせずに、いろんなスタンダードに対して取り組んでもらえるといいかなと思います。この練習方法もね、いろんなスタンダードに、対応できるというかね、全部できますので、そんな感じで取り組んでもらえるといいかなと思っております。そしてね、まあ、コード見ていただくとね、わかるようにいろんなコード出てますけども、まあ、以前のね、その音楽理論のダイアトニックコードのやつを見ていただいている方だと、ああ、これがダイアトニックコードだなというふうに探せる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。もし探せる方いらっしゃいましたら探していただいて、何度だな、何度だなとか、あ、ここは違うコードだなとかっていうような感じで、見ていってもらえると、分析、アナライズと言いますけども、してもらえるといいかなと思います。いろいろね、分かってるだけじゃなくて、実際いろいろ曲を分析していくというのが、またね、身となり、血となり、肉となりますので、そんな感じでやってもらえるといいかなと思います。
そして今回はね、まあこう、まあ、細かく説明はしないですけど、ほとんどね、その F のユニアンスケールから派生した、ダイアトニックコード、もしくはそこからちょっと変化したもの、そして全然違うとこもありますけども、まあそこら辺はちょっととりあえず今回はね、まあいろいろ共、その中でも共通している音はありますので、まあそこら辺はあまり大きく深く考えずにメロディーを作っていこうというふうな流れになります。で、これからバッキングを流していって細かい話をしていくんですけども、基本的に F のドレミファソラシドしか使わないです。もしかするとデモ演奏的にはもっとオクターブを変えて、楽器の中のいろんなところのオクターブのものを弾いたかも。弾いてたかもわかんないですけども、まあ、今回は一応注意点、一番最初のベーシックな方法としては、まず1オクターブ内のね、中だけで行って帰ってくるっていうような感じでやってみようかなと思います。これね、いや、方法論としてはね、ほんとドレミファソラシドをね、やっていくだけということなんですけども、やっぱりね、いろいろ最初やるとうまいこといかないとこがあると思いますので、まあ、その、絞ってやろうかなと思います。そして、今、ドレミファソラシドだけと、簡単な風に言いましたけども、まあ本とかでもそうですし、まあなんか物売ってるインターネットのものとかでもそうですけど、まあ一日でできるとか、これだけでできるみたいな甘い言葉のものってありますけど、実際そんな甘いもんではないです。ドレミファソラシドだけと言っても、やっぱりうまいこといくためにはいろんなコツがあります。なので、そこら辺をね、今日は注意点を話してやっていこうかなと思いますし、まあいっぱい弾いてもらって、いろんなものを経験していただくというのが大事なポイントになってきますので、これだけできたら、なんとなくできたからできた、終わりではなくて、よりね、注意深くやっててもらえるといいかなと思います。具体的に音を流して、この後説明していこうかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。バックのね、IR でね、ピアノとかドラムのバッキング、もしくは元になるベースラインも今回ね、流しております。このね、音源の元をやっていこうかと思いますけど、音源ね、上げたり下げたりして聞きやすいようにやっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。で、この中でドレミファソラシド F のイオニアンスケールだけを弾いていくという内容になります。なんですけど、今さっきみたいにね、自由に弾いちゃうと分かんないと思うので、いろんなポイントをまず言っています。まず大前提なんですけど、 F のドレミファソラシドで弾けるからといってパラパラ弾かないでください。で、弾けるということが事実よりも、やっぱコードがいろいろ変わっていくので、ドレミファソラシドの中でも美味しい音、まずい音、いろいろあります。なので耳で聞いていただいて音を合わせていくというのが大前提になってきます。で、この時にいきなりいろんなことで合わせていくと難しいと思うので、まずは長い音符をいろいろ弾いていくといいと思います。時々速いのも入れたりします。そしてこの時なんですけども、あまり音を飛ばさず、イメージがつきにくいと思いますので、今飛ばしましたけども、できるだけ前後横の音に行く。まあ本当最初はドレミファソラシドと順番に弾いていくつもりでいいと思います。感じで、まずは横の音を考えながら、次の音どうなのかなっていうイメージを持ってやってもらえるといいかなと思います。そして、隣の音に変わった時に、もし音が合わないなと思ったら、その隣の音に行ってみると意外と合うことがあるので、まあ、基本的にはまずドレミファソラシドをきちんと弾いて音を間違わないというのが前提になりますけど、
十分アドリブソロに聞こえると思うので、まずねそれでしっかり取り組んでいってもらえるといいかなと思います。でそれ以外にもねコードトーンとか表せれるようなものはありますので、まずはねひとまず譜面見ない、そして何よりも、まあ、IDR とか携帯とかで流したりしますけども、今回も流してますけども、絶対携帯を見てコードが流れてる今どこのコードやってるのかなって見ない、それよりも音でつぶさに確認していっていただけるといいかなというふうに思います。そしてねこの方法いろいろできるようになると、なんというか副産物もたくさんあります。曲のどこをやってるかが分かるようになったりもしますので、ぜひねそういうようなチャレンジもしてもらえるといいかなと思います。はい、どうもです。どうだったでしょうかね。これまでに話した内容と重複するのでね、あんまサクサクっと話しましたけど、もしもっと興味がある人はね、音をコードというか曲のどこをやってるか分かるとか副産物の話もたくさんしてますので、もしよかったらね最初のリストから見ていただけるといいかなと思います。まあ、今日はこんな感じで終わりにしようかと思います。もしね今日初めて見られてる方とかチャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、このようなね、ちょっと一般的に言われてる話とは違うような切り口でたくさん本質的な話を説明していますので、何卒ね、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか良かったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では今日はこれにてお別れしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。